日本船舶振興会が協定益金から製作費の半分を補助し、動く献血ルームとして日赤が初採用した核服型成分採血車第1号の披露式が2月10日日本赤十字本社で行われました。平成3年度モーターボート競争益金による補助対象の動く混血ルームの整備事業に対しまして、移動献血車4台が完成しましたので、ここに車両をお引き渡しいたします。今後一層の献血受け入れ体制の強化をお図りいただくとともに、献血の普及啓蒙にご活用をお願い申し上げ、平成4年2月10日財団法人日本船舶振興会会長さだがりです。よろしくお願いいたします。この核服型成分採血車は、献血時に油圧で車体の幅がおよそ 1.5 倍に広がるので、献血協力者受け入れのためのテントが必要でなくなりました。成分献血とは、血液中の特定成分だけを献血してもらい、その他の成分である赤血球などはそのまま献血者の体内に返すものです。そのため、提供された特定成分のうち、患者の状態に合わせて必要成分だけを輸血できるため、貴重な血液の有効利用が可能になりました。なお、この新兵器は4月から東京、名古屋、大阪、福岡の血液センターに配置されます。